さあ続きましてフィギュアスケーターを応援する十キュフィギュアのコーナーです。おめでたいニュースです。一部スポーツ紙の報道によりますと、織田信成選手が中学時代の同級生と結婚という報道が入ってきましたよ。以前私たちの取材でも彼女のこととってものろけてました、そうなんですか嬉しい話題ですね。そうですね、はい。そしておめでたい話題もう一つ、浅田真央選手にまた一つ勲章が増えました。あの本に登場します。数々のドラマを生んだバンクーバーオリンピック、浅田真央選手はこの日の騎舞台で偉大な記録を打ち立てました。ショート、そしてフリーで彼女の代名詞ともいえる最高難度のジャンプトリプルアクセルを3回女子選手として初めて完璧に成功させたのです。この快挙がギネス世界記録の認定を受けました。先日行われた認定式、浅田選手にまた一つ輝かしい勲章が加わりました。ギネス記録保持者となった感想は？すごく本当に嬉しく思います、はい、このトリプルアクセル3回もやってる時はこれが できたらギネスブックとは思っていなかったので、それができた後に周りの人にギネスブックに載るんだよって言われて知ったので、自分が載ってるのを早く見たいなと思います、その本の中に。ところで過去ギネスに認定された日本人スケーターというと、まず伊藤みどりさん、女子選手初のトリプルアクセル成功、新しい時代を切り開きました。そしてもう一人、安藤美姫選手、女子選手として初めて4回転ジャンプを成功させ認定。世界に誇る記録がまた一つ増えましたね。幼い頃から黙々とジャンプの練習を重ねてきた浅田選手、13歳で初めてトリプルアクセルを成功させ、とりわけこのジャンプには人一倍情熱とこだわりを持って取り組んできました。長い年月の積み重ね、その地道な努力がオリンピックという大舞台で花開きました。まさにトリプルアクセルの申し子、浅田真央選手、次はどんなサプライズを見せてくれるんでしょうか。オリンピックでメダルを取るというのもすごいんですけども、このギネスに記録されるというのもこれ大偉業ですよね。すごいですよね、でフィギュアスケート、これで日本人3人目というのもまたすごいじゃないですか。すごいですね、はい。さて浅田真央選手のこの記録なんですが、9月中旬に発行されます2010年度版ギネスワールドレコーズに掲載されます。以上、十キュフィギュアのコーナーでした。